guys, pupunta kaming City Hall. Dahil yung start ng tour namin ay 10 a.m. So ngayon 9:30 na, so pupunta ng panit. Start lang ng sunrise dito. Mga 9 p.m. Okay, so sa loob na kami ng City Hall. Pasok na kami. Tapos mag-hop na kami sa...皆様、おはようございます。本日は福岡オープントップバスにご乗車いただきまして誠にありがとうございます。さあ、皆様の目の前、直列と信号が全域ぐらいよりも間近に感じていただけます。大きくご覧いただけますね。今の皆様の目線の高さは 3.2 メートル以上あるんです。歩行者用の信号と同じ目線の高さにいらっしゃいます。この高さから写真など撮る機会もないでしょうか。今日は綺麗にたくさん撮っておいてください。さあ、まず皆様の左手側は少し過ぎましたけれども、神社が流された菅原の道真公が川に自分の姿を映し嘆いたという言われから生まれた神社です。天神様とも呼ばれております。今日は100m、地上 70m の部分に展望室がございまして、福岡の天気が非常に良います。夜は22時まで無料で開放が行われます。東京駅を設定した有名な建築家、佐久間金子さんによって設定されています。当時は日本選挙への九州支所として行われましたが、現在は1階は連続です。休暇日は月曜日、入館は無料となっております。19世紀末のイギリスの建築様式も持っております。の花壇には春のお花の姿もご覧いただけますね。ポピーやパンシーなどが植わっているようです。ところどころチューリップもご覧いただけまして、春の草丈チューリップを植える企画なども行っておりますので、春の草花も楽しんでいただければと思います。さあ、目の前、街路樹が徐々に樹勢を通ってまいります。手が届きそうなところまでございますね。右手側のこの街路樹、黒金持ちと言いまして、福岡市の木に設定されております。ミネーションキックの登場とした設定で、昭和26年に建設されております。銀行の営業所としては、全国初めてとなる鉄筋コンクリート造りでございまして、ミネーションキックにも負けない存在感を発揮しております。天神を通り抜けてまいりましょう。天神は天神地の場所です。皆さんの目の前には横切るように天神のプレースルーと渡辺通りがご覧いただけます。そこで有名な牧師長だった渡辺与八郎さんという方が天神さん大きな
様にはもっと楽しい体験を持っていただきましょう。都市高速道路へと向かってまいります。その前にもう一度シートベルトやお手回り金確認をお願いいたします。さあ、直前信号で止まりましたので、ちょうど皆様の右手側にございますボートレース福岡をご紹介します。さあ、人数は少ないですけれども、ぜひとも皆様一緒に楽しんでまいりましょうね。さあ、目の前に近づいてまいりました。皆様準備はよろしいですか？それでは元気よくまいりましょう。よし、どうぞ。右下にオートレース福岡の水面がご覧いただけます。さあ、そして先ほどの博多ボートサロンも各自ご覧いただけますね。右下には中央商工所もご覧いただけます。目の前には料金所が現れてまいりました。高さ制限は 4.1m です。最前近くに金魚の大きな看板が見えてまいりましたので、この建物を上に上げて深さを体験してみてください。さあ、目の前にそれではジェットコースターのスタートです。今からこの場所に60km で駆け抜けてまいります。さあ、まずは左手側に回っていきながらスピードアップしてまいりましょう。完全に強い風が吹いてます。
やっぱり横から見ると平べったいんですけれども、実はこれ船の形をしているんです。先ほどの尖ったところを船の先端を表していたわけなんですね。赤玉にこぎ出すような形となっております。シーホスホテル高さは143メートルございまして、客室が全室オーシャンビューでございます。先端部分のお部屋には180度の大パノラマを見渡せるラグジー付きのお部屋がございます。人たちに憧れのホテルとなっています。皆様が満たしましたこの地域はモモチと言います。100の道と書いてモモチと呼ぶんです。また
岡は毎年11月に、大津も11月場所が福岡公演。昔バックジャックがあった際に、上空から見てどのバスがバックジャックに合っているかわからないという事件があったんですね。これ以上使いなくて通常確認になったんだそうです。普段見られている路線バスもバックジャックから見てみると意外と知らないことってありますね。Guys, don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching my video. Please like and subscribe. Thank you.